足元が聞こえたから待って、待ち構えられてたよ。いや、今日はね、質問タイムじゃないんですよ。質問タイムじゃなくて、今日はね、マスターズがね、それぞれ始まるからってことで、はい、マスターズの話と、あと、まあ、男子もそろそろ始まりますということで、はい、ちょっとまあ、残念ながらジャンボさんは、ちょっと体調がね、優れないんで、まあ、もうみんな多分、だいたい情報、なんかヤフーにもね、あれたらしいね。マジっすか？開幕戦欠場みたいなんで。あ、本当っすか？うん。なんだ？なんで、まあ一応その報告をね、はい、しとこうかな。まあコメントでも、ジャンボさん出られないんですね、みたいなことのコメントあったから、はい。うん。まあ残念ながら、ちょっと調整がうまくいかなかったというかね、コンディションの方が、まあいまいちなんで、はい、まあもうちょっと、まあジャンボさん慌てる必要ないから、はい。コンディションのいい時に、ね、はい、エイジシュート狙えるコンディションで出ましょうということでね、はい、まあ、今治療をしながらやってますということでね、はい、いうことで、まあ、心配してコメントしてくれてる人いたから、うん、一応言っとこうかなと思って、はい、で今週マスターズ明日からかな、おで日本人選手、はい、マスターズ日本人選手は、はい、松山選手、松山秀樹、池田裕太、小平智と宮里優作、これだけ、うん、あといない、4人、ということでスタート時間はもう多分インターネットとか出てんのかな、うん、明日からだからね。まあでも朝方なんだよねこれね。いやそれはだってマスターズの週は基本寝不足ですよ基本寝不足ですよそれはTBS 系かな、これ、はい、まあ、なんで、まあ、見てくださいってみんな見るのかな、見ますよゴルフ好きは見る、これもうイメージ出ないんですよね、行ったことないから。だって全然違うって言うじゃないですか、テレビで見るのと。全然違うよ。だからイメージ出ないの、傾斜とか。だって俺、あそこ行ったら今足つっちゃうよ、ギャラリーじゃん。そう、その傾向だ。そのくらいアップダウンすごいからね、全くイメージ出ない、綺麗なイメージしかない。でもどうなんだろう、やっぱり松山選手に期待するのかな、日本の人は。まあでもなんか日本から行ってるあの3、ね、3トップに頑張ってもらいたいけどね。そうですよ、なんかちょっといまいち海外では結果出てないですね。春先で ね、全然出てないよね上にはね、あんまり。そうだよね、こっちでさ、アジアの方でやった男子の JGTO と共催のやつはね、はいはい、あれではなんか、まあ、小平もなんか活躍してたけど、旅行とかね。そうですよ、なんかパッとしないよね、うん、僕に振らないでください。なんでパッとしないんだろうねって、こう要は新聞等でなんかもうチクチク言ってくる新聞とかあるじゃん。はいはいはい。それがなんかそんなようなこと書いてたけどさ、うん、だからパッとしてほしい、パッとして頑張ってほしいだよね。うん、まあ結果はそうだね、結果重視だもんね、うん、まあでもね、あそこはね、うん、パッティングになる人間は 100% 無理だから 100% 無理だからね本当に。じゃあだから自分だったら確実にいつも3パット4パットっていう言い方じゃないですか。いや3パットでいければいいんじゃないのいや4パットでいければいいんじゃないのって、乗るとこ間違ったら3パットでもいけないよ。マジですか、ど素人は。ど素人の話ね。で宮下さんの話いいでしょ。いや俺でも自信ないもん。いやだってその辺のグリーンでも2パットはハーハーやヒーヒー振って2パットのタイプ。いやそんなことはないけどいやだって速いグリーン一番弱いタイプじゃん。そのくらいね、マスターズはグリーンがね難しいっていうか速いから、速くて思ったよりも傾斜があるからね。あ、そうですね、傾斜がすごい傾斜だから、まあ、あと見どころとしてはマスターズの見どころ、うん、まあ全部ホールそれぞれ特徴があるんだけど、やっぱ上がりの15、16のロングコーナーってやつ？いやいや、まあアーメンコーナーじゃなくて、まあ難しいんだよ。10、11、12、13も難しいんだけど、うん、上がりのね15番比較的バーディー取りやすいロングホールと、で16番がもうこうやって左にバーッとこう上からこう傾斜がある、はいはい、あそこのショートね、うん、そこがポイントかな。やっぱりバーディー取れないでいくと
厳しいからね。でなんだかんだ言ってスコア伸びるじゃんそこ、うん、だからそれについていってもらいたいなっていう、うん、あの宮里優作のあの何クローグリップ、はい、去年入れまくった、ね、あれ期待しようかなと。なんでいきなりそこにいきなりそこに入ってくるんですか。何がクローグリップ。いやクローグリップでしょだってそう で去年パター結構全部入れてたじゃん。そうそう、だからそこに期待しようかなと、うん、いうことで、はい、いいかな。でシニアの方もそろそろ始まるんだよね。一緒ですよ。男子 の日本の男子と一緒だよね。一緒ですね。どこなんでしょう。沖縄です。あー沖縄ね、うん、まあシニアの人たちはあれかな、もうまったりゆっくりって感じかな。知らないまったりゆっくりどころかシニアの人も早く試合始まらないからって言ってんのかな。いやだってもう4月半ばでしょ、うん、まあ、川西さんなんか 2,3 日バーッと来てたから調整してるんだろうけど、はい、もうメッシさんとかも出んのかなシニア。出るでしょ。なんか直美さんの名前が統計に入ってたっていう話なんだけど、統計直美さん行くんだじゃないですかシニアの方じゃなくて、うん、直美さんチャレンジャーだなということで、男子ツアー、シニアツアー、はい、あと今週は女子スタジオアリス、スタジオアリス、あ兵庫のね、まあそこにうちの人間は、はい、あれか、あの原恵梨香がマンデーから通ってたよね、はい、ね、うん、それとあと田村彩、うん、彩ちゃんが出ますっていうことで、はい、ね、まあ近くの方は一度見に行ってみてはということで、はい、まあ、たまにはこういうあの会話だけのものさ、こう、まあ、ジャムさん の, あ, のあれが報告がまあ第一なんだけどまあ、ね、うん、だからさ、そういうのをさ、うん、ちゃんとこういう前振りとかさ、うん、あのしてくださいよ。 何をテレビみたいにやろうとしてる。いやテレビみたいとか、ゴルフネット TV みたいにはいかねえよ、うちにはピンマイクはねえんだからそうじゃなくてだからその今週は何々どうだあだっていうさ情報源がさ、うん、全くなくて振られるからさ、スタジオアリスでしか言えないじゃん。いや情報源は常に持っとけ頭に。まあね、うん、なんか強烈トリッキーらしいっすよ。いやそれは言ってた川岸さんが言ってた、うん、なんかまあでも女子だから曲がらないから曲がらんじゃないの女子だから曲がらないってそんなことないからそんなことない、そんなことない。曲がる子は曲がるの。曲がる子は曲がります。曲がるんだ女子で。女子で曲がったの見たことないんだけど。いやいやいや、あのゴルフは曲がるものじゃないですか。そんな全女子が真ん中だったらそらみんなどんなスコアになるんですか。いやだってそういうことじゃないの。女子で大負けしてる子見たことある。いやそれはミスヒットしたら曲がりますよ。だから寄せ落ちするじゃん。まあそうだけど、だって行ったことないんだもん。そんなもうテレビでさ上位陣しか見てないからですよ。あそうなのかな。それテレビで上位陣しかやらないから、あれなんかテレビ放送も、ね、上位陣ばっかじゃなくて、ね、いやだって視聴率考えてんだもんテレビは。あ、まあね、だってうちは視聴率考えなくていいんだもん。うちはってあのジャンガちゃん、YouTube のジャンガちゃんで見たい人どうぞって感じじゃん。まあ、だから違う、テレビはいや、視聴率じゃなくて、そのテレビ中継もなんか上位陣ばっかり、いや、視聴率取りたいから。え、だって上位陣上の優勝争いを移した方が来るわけでしょ。あ、そう、視聴率的にはだからだから本来だったら宮里愛ちゃんみたいな、まあ去年引退しちゃったけど、うん、愛ちゃんみたいなのがスコア悪かろうがなんだろうが、うん、愛ちゃんもこうポコ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 入れながらっていうのをやっていけばテレビだって面白くなるんだけど、うん、もうただ優勝争いだけに特化しちゃってやってるでしょ、うんうん、だからいまいちもうあの、そうだから見ないその3人3、4人しか見れない、うん、だからいいショットした人を映すとかさ編集してさ、まあだから編集追っつかないんじゃないの。追っつかない。なんか昔はもっとテレビ放送の違った気するんですよね、昔。そう、うん、なんかあのドライバーショット、なんかパターばっか見てる気がする。あそうね、ショットが少ないもんね。少なかったよね、うん、最近はね。パターばっか見て、まあ、だからアメリカなんかのあのそうなんですよ、ね、あの中継見てると、うん、やっぱりティーショット、ね、まあ、歩いてるところとかは一切ないからね、まあ、パン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 って切り替えるから、うん、まあ、だから宮下さんみたいにさローリー・マキロイばっか編集できるじゃん。ローリー・マキロイのさそうだよ、ローリー・マキロイのドライバーだけをショットだけをさ、うん、抜いて編集できるぐらいにさショットが、そう、他の人全部カットしてもうローリー・マキロイのティーショットセカンドパッティングっていうの全部もうポンポンポンって編集者の俺持ってんの
それをいつも見てるっていうだけの話なのだからそのくらいショットをテレビ映してもらいたいですよね僕を。なんか大人の事情があるんじゃないの、まあね、テレビ業界のね、まあ、ここでテレビ業界のこと言ってもしょうがないんだけど、うん、まあということで、うん、女子も、ね、軍団女子で2人行ってるんで、うん、近くの人は、はい、ね、はい、どうせあったかくなってきてるからね、はい、応援行ってみてもどうかなと、はい、いうことです。ヒノキ花粉がすごいですよ。ヒノキ、どこにヒノキがあるの？飛んでくるんです。ヒノキの花粉って、うん、スギ花粉より小さいんですよ、うん、だから飛びやすいんです、遠くに。でスギ花粉は鼻に入るじゃないですか。で、鼻のでかいから鼻で止まるんですよ、うん、で、ヒノキ花粉はスギ花粉より小さいってさっき言ったじゃないですか。喉まで来るんですよ。喉痛い。てかそれはあれじゃない、夜寝るとき口開けて寝てっからじゃないの。杉ひど、僕、杉が終わってひどきだと喉痛い、喉痛い。花粉症って顔してねえよ、その黒さで何が花粉症だよ喉痛い。気合いで直せ。失礼しました。